強い強いツッコミ強い。あーいやいや、あーほんと、あー、はい、ゆかちゃん何してるんですか。もゆすゆ中です。お二人は今もゆすゆです。あーおっぱい見せてやめて。今日は何をするんですか。今日は私たちが気に使って満足している育児アイテムをご紹介します。おっぱい飲んだ後に消化するのを助けるためにこのジンボール塗ってゲップをさせます。ふんちゃん、はい、ちょっと出して。土地を出すの。やるんすか。いきますね、こんな感じです。ちょっと待って、ちょっとやる前にさ、私はいつもやってるじゃん。だからやる前にこれを私がやるのは理由は何、どんな感じかみんなに教えてあげて、はい、え、わかるやろ、みんな。じゃあ、あ強い、ゆか、ゆか強い、強い、つくみ強い、ゆか強い。ああ、いや、弱くして、弱くして、ゆか、ああ、俺のつくみ、ああ。もう、ハンピー。なんか、どうだった、なんか、された感じ。どうだった、いや、初めてだけどさ。ハマりそう。ハマりそう。夜中なんかティーティーとか聞こえてさ、なんか一人で。あ、どうすんの、今日からのちょっとりめん。ちょっとりめん。ちょっと。あ、いや、まあまあまあ。うちはとりめん。調子とりめん。あ、調子とりめん。調子とりめん。まあ、半分半分。そうだね。ラッキー。夫さんのも飲みたい。本当に人生で咲き始めて。床以外で吸ったんですね。ちょっとおかしくなっちゃったとかあった。ご紹介したいのはこのね、搾乳機なんだけど、私も出産してから搾乳機の存在に気づいたんだけど、私もまさか子供を育てる時に、まあ、おっぱいあげるのは分かってたけど、それ以外にその自分のミルクをこう出してあげなきゃいけない、その搾乳機を使わなきゃいけないなんて思ってなかったの。チョリワンに入った時に初めてそこに置いてある搾乳機を使ってみたのね。それも有名なブランドだけど、それ使った時にびっくりしたのは、ずっとこのままいなきゃいけないのね、で、こうやってさ、この状態でその1日に何回もやるじゃん、でもこうやってさ、ちゃんと搾乳できてるかなとか15分ずっと見るわけよ。大変なんだろう、搾乳ってって思ったのね、まず。で、しかもこうやったら漏れてくんの。テレビ見たりとか、こうやって楽にしたいじゃん。あの、まあ、ちなみにいきなりこういう番組大丈夫ですか。そうだね、でも本当に仲間がちょっと今びっくりしてる。ほんで、いろいろ調べたの、お家に来てから。はい、一応見つけたのがシミレ搾乳機なんだけど、これに決めた理由は本当にハンズフリーハンズフリー大事かな、そうっていう機能があったからなんだけど、これを中に入れるのね、あのブラの中に、はい、そうするとそのまま離せるの、両手を。例えばさ、 YouTube を編集しながら搾乳ができちゃうわけよ。すごい、あのみんな想像しても大丈夫です。私のようにミルクの量が多い人とかは、はい、結構頻繁に搾乳しなきゃいけないじゃん、うん、両手で使えなかったらさらにストレスだから、そのストレスを減らしてくれるハンズフリーは私は出会ってよかったなって思ってます。しかも、まあ、結構いいのはレベル、さっき1だったのね。いや、わかんない俺は。レベル1だったの。レベル1、はい、でもレベルがすごいいっぱいあるから、自分の強度に合わせてできる。なんかその本当に多分あの胸によって違うんだって。あ、私すごい敏感の。そうそう、敏感タイプで。すごい敏感タイプの人と、結構大丈夫な人っているのね。そういうのも選べるのもいいし、母乳育児する人は私はマストかなと思います。うちらやっぱ日韓夫婦じゃん、はい、日本と韓国行ったり来たりしたり、旅行も好きだから、そういう時はこれがなんかこのコンパクトサイズって感じなのね。これが普通に家で使ってるやつ、うん、でこれが旅行、すごいいいね、なんか宇宙で。こうやっておっぱい、おっぱいの形がこういう風にホースつけてもいけるし、こういう風にして、はい、要はこうやってブラを上にやるの。ちょっとここでこう止まるじゃん。このまま
あ、いいね。でもめっちゃコンパクトじゃん、正直。ちなみにこのシミレーのフリーティーの良さっていうのは Bluetooth と連携できるので、携帯で搾乳機の強さっていうのを調節できます。なのでこう搾乳しながら簡単に自分の携帯でレベルを強くしたり弱くしたりっていうのができるから、それがすごい便利だなって思います。あとは搾乳機についているその容器が哺乳瓶になるので、そのまま哺乳瓶として使用していただけます。すごいと思う。赤ちゃんと旅行とか他の場所行ったらさ、ただでさえすごい荷物じゃん。コンパクトに荷物にならないのってすごい大事だなって思う。これはいいね。まあすみちゃん一人で夜トイレでやるかもしれないしさ。まあだからこれは本当にゆかが使ったものだから、まあまあ私も結構いい感じとも距離音で見て、今回で見て、そうだよね、うんうん、おすすめです。おすすめです。これはブランドもないんですけど、うん、これがあってよかったなと思った、ね、これどうしたの。チェジャ。あ、チュムンチェジャ。チュムンチェジャ。いつもここでこうやって腰痛いでしょうね、お母さんたちは。腰痛で、ここだったらロハンもすごい私のことを見てさ、うん、あの、泣かないの。確かに。ここだったら、なんかアテンがほらほら笑ってんじゃん。アテンがなってるから。ほらほら笑ってんじゃん。カニカニカニ。これ、おしめ変えるのが楽になったし、赤ちゃんもいいし。うん、そう、うん。腰が痛くないのが本当にいいよね。うん、めっちゃいい。毎日のことだから。はい、これで赤ちゃんがもう泣くのもなくなりました、本当に。うんうんうん。こんな感じです。なんか洋服かわいいですね。あ、洋服かわいいですね。見てくれ、これピーマン屋さんのコンセプトです、今日は。どこで買えるんですか？パコベベって聞いたことありますかね。あらパコベベ。インスタと TikTok フォローとチャンネル登録したらわかります。はい、はい、こんな感じで私たちが、はい、約2ヶ月だね、うん、育児しながら使って本当に満足した3つのアイテムをご紹介しました。はい、仲間たちらも勉強してください、はい、これで。そうですね、未来の奥さんのために。はい、はい、それでは、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。あー、インスタと TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。次の動画で会いましょう。バイバイ。